お母さん、授業参観。うるさい！話しかけてこないで！ほんと、あんたたちさえ。うるさいわね！話しかけないで！話しかける！忙しいのわか、ああ、また濡れたシーツ持って。じゃあ一緒に下に行こう。洗濯の仕方を教え。そのシーツを入れたら電源入れて、電源はその入りボ、その次にスタ、それで洗濯、簡単でしょ？忘れたらまた聞。やり方は分かった？これから洗濯はレンヤが。レンヤ、少しで、その間に洗濯。ご飯できたよ。早く。久しぶりにカレー作ってみたんだけど、材料準備するの感謝してた。そのテスト汚さないでよ。でしょ？お母さんに。帰ってくるに決まってる。100点のテスト見たらきっとよ。
ってんの？お母さんは必要。普通じゃの、子供なんだから。掃除の時間になりました。皆さん掃除をしましょう。
さようなら。清道くんが僕って変小姫ちゃんなあ、私の消しゴム見つけてあり、じゃあげ。よし、みんな集まじゃあ。何もしてねえよ。じゃあなんで怒ったの？ケイジ君、余計なこと聞くなよ。余計じゃないよ。何もしてないのに怒るわけないよ。それは怒るよ、特に朝香ちゃんは。いや、だって朝香ちゃんに明日謝った方がいいんじゃない？そうだよ、それがいいよ。靴に履き替えるのめんどくさかったんだもん。そう。
んなことあるの？ケイジ君変わったやつだな。わかる、面白いよね。俺も嫌いじゃないぜ。ここでかくれんぼしようぜ。そうだね、みんな公園じゃん、じゃあじゃんけんぽん。まだもういい。お、ケイジ君じゃん。次。なあ、俺がいいにぞ。もう一回やろうぜ。ねえねえ、僕も混ぜてよ。え？ねえねえ、一緒にや。おい。ありがとう。しゃあな。わかっ。おっさんは大人だ。家族。わかった。おい、今あんなキモいおっさんに突き、ほら逃げるぞ。ここまで来ればあのな一人で。じゃあねえ、もしも不審者が来たらどうする？不審者ってさっきのおっさんのことか？あの人じゃなくても、もしもだよ。不審者って何するの？誘拐？誘拐してどうするの？金持ちだから気をつけないと。私の家はそんなにお金ないと思うから大丈夫かな。レイヤ君が買い物してくる。まあレイヤ君、you
やればで、このこと。ねえねえ、さっきのおじさん、店、それ。じゃあ。着いたわ。なんかあったら言えよ。俺と、じゃあまた。僕も家着いた。じゃあまた。さっきの誘拐の話だけど、こんな田舎で誘拐なんてあるのかな。そうだよね。ああ、安心した。面白くないよ。なんかピエロも出るって、最近みんな言ってるし、怖いな。え、本当に？のお姉ちゃん、最近どうしたの？え、で、私、児童、働いてるんだ。小学生とかの相談、なんかあったら。でも、お母さん、私も、あんまり、じゃあ、帰って。